大学ごはん日常編。3つのキーワードをもとにスタジオ出演者が食べたことのない絶品グルメを探し出す。熊本県熊本市にやってまいりました。張り切っていきたいと思います。頑張れ。いだ熊本市民のソウルフード、ルーツは中国福建省、野菜がたっぷりでヘルシーな絶品グルメを探せ。熊本市民のソウルフードということなので、この駅前で地元の方々に聞きたいと思います。すいません、ゴゴスマという番組なんですけど、お店の名前とかあんま知らない。熊本城の方にあると思います。おお、有益情報。言われるがまま熊本城の近くに移動し再度聞き込み、すると高蘭亭。高蘭亭、野菜たっぷり。野菜たっぷり、はい、当てはまってますか。はい、給食に出ます。給食で出る。さあ、というわけで高蘭亭に到着しました。ここですね。いやー、ザ・中華という感じがしますけれども、キーワードに当てはまる絶品グルメはこのお店にありますでしょうか。はい、ございます。やったー、クリアー。これはタイピーエンでございます。聞いたことある。熊本市では中華料理屋さんからラーメン屋さん、食堂などが提供しているというタイピーエン。白湯スープにたっぷりの野菜、麺にはなんと春雨が使われているヘルシー麺料理。うわー、すごい。豚骨のいい香りしますね。食欲そそる。綺麗な色、いいですね。白湯スープ本当に綺麗ですね。綺麗なスープの見た目からは想像できないほどの旨味が凝縮された白湯スープ、たまらないですね。では麺の方をいただいてみたいと思います。うまっ。旨味が凝縮されたスープを春雨が吸い込んでいて、コクが詰まった麺になってるんですね。春雨美味しい。東国原さんは食べたことがありそうなので、ゆうじさん、タイピーエン食べたことありますか。